J1 リーグの第23節です。サンフレッチェ広島対アビスパ福岡の一戦です。あそこを供給していくのか、そこは注目していきたいなと思います。 3-4-2-1 のベースポジションです。まあ、最終ラインも変わっておりまして、森山、宮、亀川のセットの予想です。前半の45分のスタートです。まずは長いボールで前進です、アビスパで。並びなんですが、森崎さん、はい、まあ、両チーム予想通りと見ていいですね、はい、さあチャンス福岡、本野の左足、うまくヒットはしませんでした。予想通り 3-4-2-1 のミラーゲームになりました。広島福岡の一戦です。キーパー村上、さあ右からアウトスイング、コーナーキック、キッカー満田、満田のボール、ヘディング、広島満田フリーキック、ストレートのボール、折り返して大橋、ボレーショットを見せました大橋。まあ、彼のこうアグレッシブさっていうのもね、戻ってきてると思いますし、はい、その三田のプレス、ただかわした今野、踏み込む今野が行った、今野クロスで佐藤だ、ナイスキーパー大迫。ここで前半終了です。広島福岡の一戦0-0です。解説森崎浩二さんです。エンド変わって左に広島、右に福岡、後半の45分のスタートです。中野、怪我から戻ってきました今野。今野が触れば何かが起きそうな予感。もう一回今野、自分の前に持っていきます。今野のクロス、佐藤のヘディング、惜しくも枠の外でした。茂みです。佐藤、マッチアップ荒木、東がゆっくり運びます。引きつけて満田、中は3枚、クロスボール、大橋のヘディングだ。チームが苦しい時に結果を出す紫の大砲。まあ、こう何もないところから取ったなっていうゴールですね。まあ、水田選手のこのクロスの質と、まあ、大橋選手もね、相手からこう逃げるような動きから、まあ、うまくファーサイドにね、ヘディングシュートを放ちましたね。いや、質が高いですね。まあ、満田選手もこうノンストップで、ステップで刈り取った松岡、佐藤の胸落とし、いい距離感で今野でした。入れ替わった、ね、大橋が行く、大橋が運ぶ、大橋、大橋、大橋、引きつけてビエイラ、新井の左足だ、強烈波状攻撃です広島。もう一回洗い、三角形作って洗い、洗いのアーリークロス、大橋ボレー、満田誠、満田誠、洗いキックフェイント、かわして左足クロス、大橋、外で待っていましたストライカー。まあ、松本選手入ってあそこを、ね、かけられますからね、守備の強度が上がりました広島のセンターラインです。森山前、今野真ん中で受ける、運んで今野、右足のフィニッシュ、自ら狙っていきました今野、はい、キッカー今野、巻いたボールでヘディング、ザヘディとミア2人が行きました。ここで試合終了の笛です。俺たちはまだ諦めない。